指名手配されているただ一人の政治家、日本国民党代表、前葛飾区議の鈴木伸之です。ちょっと宣伝です。指名手配議員、僕の本が発売、8月5日発売されます。今日はね、大日本帝国の遺産ということをね、ブログでもこれは、文章にしてアップしますけれども、考えていきたいなと。実際あるんです、大日本帝国の遺産ね。でこれをちょ話していきます。その前にロシアとウクライナの戦いでね、ロシアは囚人兵使ってますよ。でチェチェン軍なんかよりももっと前に出してるのはロシア国内のモンゴル人です。モンゴルの人口は少ないですよね。モンゴル2つ分かれてます。モンゴル共和国と中国の内モンゴルね。もう内モンゴルじゃ中国人の方が圧倒的に多いから少数民族ですよ。で本国のモンゴルも少ないんだけど、ロシアの中にもモンゴルいっぱいいる。ウクライナにもモンゴルいるんです。クリミア半島にもいる。もっと先ヨーロッパの方にもいるんだね。モンゴル人はどん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 ハンガリーの方まで侵略してって帰ってないんだね。その地域にいてモンゴル語を使ってたりするですね。で、ロシアの中のモンゴル人は、まあ、地位低いですよ。顔も白人じゃないしね。そうすると見てこれ、玉よけ、つまりチェチェンの人間よりももっと最前線に行けとね。モンゴル人、黄色人種死んだからってなんてことねえやと、前行って戦えと。まあ社会的地位が低い、収入もない、だから戦争行く、囚人兵がね刑務所行くんだったら、出て、人殺して、釈放された方がいいや、またそれとは違う考えだけど、この社会の底辺で、口当てていくよりも戦争行くかというような、その時のモンゴル人は玉よけです。で実際にモンゴル兵とチェチェン兵で戦ったりしたらしいですよ。大日本帝国はね、台湾人に対しても朝鮮人にしてもこんなことしてないからね。悪いけどね、こんな差別、これ差別の最たるもんでしょね、人種差別ですよ。肌の色で差別、大日本帝国はこんなことしてないから、これは言っときます。で本題です。米国との同盟関係っていうのは、これ日本にとって外交1も2も米国ですよ。3市で中国ロシアが来て、5で米国、そのぐらい米国が大事なんだ。そこに今イギリスがね、腹立って、中国に腹立って怒ってるイギリスが入ってきて、日本と同盟関係復活になってきて、でもこの大事な米国との同盟関係も米国追従からは脱却しなきゃいけない。また日本がミサイルを400億円アメリカから買うんですね。これは別に私はいいと思いますよ。防衛予算これから倍増していくんだと、数年かけて倍増するんだと、ね、だけどそれアメリカの武器商人ばっかり、儲けさせてもしょうがないと、ここは自主開発できるものはしっかり自主開発して、そして米国追従、米国の射程じゃねえぞと、古文じゃねえぞと、米国追従から脱却するっていうこの精神性がね、精神性が大事なんですね。何も反米をしろというんじゃなくてね、対中国を考えれば、同じ海洋国家同士米英と組むのは私は日本の選択として正しいと思った。鈴木は正しいと思ってるけれども、しかしね、そこで一つ考えなきゃいけないよということですよ。米国追従はね、良くない。このままでいってね、憲法も改正しないで、防衛予算増やしてアメリカの言いたりになったら、これになるよ。ロシアの中のモンゴル人になって日本が最前線の玉よけにされるよということを言いたくて最初にこの話を出しました。で米国との同盟関係はいいけれども、
米国追従から脱却するって、もう一つ脱却しなきゃいけないのは、脱グローバル化ですよ。グローバル社会っていうのはね、ワンワールド、この社会というのはやっぱり一部の国が得をする、仕切り国が得をする、つまり金融で言えば米英ですよ。まあ世界秩序で言えば今中国と米国で、秩序を分けているとしたら、その中国と米国がそれぞれのグローバル社会の中で得をするということですね。そして、グローバル経済の中で、日本は非正規雇用を増やしてね、貧困化が増えてしまったと。何のいいことはない、国民にとってはね、これはグローバル企業といわれる大きい会社にとってはいい、既存経営者にとってはいい、日本の上級国民といわれる人たちにとってはいい、しかし一般国民にとっては何にもいいことない。だから脱グローバルですよ。そして多様な同盟関係を作っていく、これ対米従属、対米追従からの脱却、従属体制脱却というと一緒でね、やっぱり海洋国家だからアメリカを否定しないけれども、日本は海洋国家だから台湾や、鈴木が力を入れているフィリピン、それからインド、オーストラリア、英連邦ね、こういう海洋国家同士の多様な広い同盟を作っていく、つまり連合策ですね。大陸が NATO のように合唱しているとして、で、それイギリス抜けました、日本は、連合していく、アメリカがやってますよね、連合策、日本もこれをやっていく、太平洋諸国、そしてここで大日本帝国の遺産っていうところにたどり着くんですけど、これこそ海洋国家日本の真骨頂ですよ。大日本帝国の遺産というのは東南アジアですよ。東南アジアが植民地支配された時、中国は寝てたんだね、はっきり言って寝てた、何もしなかった、眠れる獅子は寝てたまんまで、毛沢東なんか大陸中を逃げ回ってたんだ、日本怖い、蒋介石強い、お著名かなわないっつって、みんなどんどん奥へ奥へと逃げ回ってて、最後の最後出てきて、お著名は殺されて、そして蒋介石は台湾へ逃げて、毛沢東が残ったんだね。で歴史を改ざんしまった。だけれども日本怖いっつって逃げ回ってて、アジアのために何やったんですね。何もやってないよ。アジアを欧米列強の植民地支配から解放したのは日本だからね、これこそ日本が大日本帝国の遺産ですよ。そしてこの大日本帝国の遺産をどう守るか、今中国の影響下に落ちているこの東南アジア諸国 ASEAN を、この遺産をどう守るかということですよね。でこれはインドネシアの独立に日本人は3000人も行って独立戦争を戦いました。オランダやっつけた昭和20年代よ。そして、普通にインドチナ、ベトナムね、今のベトナムもフランスと戦った、日本人って戦った、昭和20年代日本人は戦ってたんだ、ね、朝鮮戦争あった、朝鮮戦争でよく分かったでしょ、共産主義の脅威、アメリカはね気づいても遅いわけだ。アメリカはよくこういう間違いをするんだよ。だから、対米一辺倒の追従では彼らは間違えるから、いけないということですよ。そしてこのアジアではベトナム戦争でね、アメリカは負けて、こういうことがあるからね、この遺産をどう守るか、大日本帝国がせっかく作ったね、ASEAN 東南アジアという国々の独立、自主独立、今中国が影響力を行使して、宗主国面してるけれども、独立できたのは日本ですよ。日本が戦って白人どもを追っ払ったわけだから、このことをさ、この遺産はまだ遺産として残ってるからね、各国に、それを日本は、いかに守るか、
ていうことを大事にしなきゃいけない。また、各地にいる日本人をね、日本政府は大事にしなきゃいけないですよ。中南米に行った日系人、それから東南アジアに残った日本人、こういう人たちも同じ血の流れる日本人ですからね、こういう人たちも大事にして、そういう歴史をもう一度掘り起こしてさ、この大日本帝国はね、悪の権化じゃないよ。大日本帝国が白人欧米列強の植民地支配を打ち砕いた。でこの遺産を現代に生きる日本人はどう守るかということを外交戦略として真剣に考えていかなきゃいけない。そして、ね、これら、海洋国家同士のね、多様な同盟関係、連合策を取っていけば、日本の正しい生き残りのための外交戦略というのはね、しっかり築ける。鈴木が今考えていること、まあこれまたブログでもね、文章にもしますけれども、大日本帝国の遺産、それはアジアに眠ってます。